早速乾杯しましょう。では開けさせていただきます。今持ってきたのはトジョリンビールのインディアペールエールというものを持ってきました。ではちょっとシュポンと開けたいと思います。おー、いい音。みんなおつまみ欲しいよね。ってことでおつまみを今日は20食用意しました。今までね、ちょっとトジョリンクッキングも結構溜まっちゃっててごめんね。上から20食今日は紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。え、ラッパ飲みするんじゃないの？ビールって、ビールの瓶って瓶をそのまま飲むのが美味しいんじゃない？コーラとかもさ、瓶で飲むと美味しいじゃん。あ、ビールってそういうものなの。グラスに移した方がいい。なんで？なんかあるんですか？瓶から行かない方がいい理由ってなんかあるの？グラスに注いだ方が残った分の保存が効く。これどうやって保存するの？これグラスに注いで泡を立てると苦味が減ります。へー、それは知らなかった。そうなの？そうなんだ。そしてね、よかった。ちょっとコップ取りに行きたいけど席離れちゃうから今回はこれで行く。夜はじゃあグラスに注ぐね。おー、なるほど。あー、これも飲みやすい。あ、なるほど、言われて。あ、またグラス持ってくるの忘れた、バカだ。あー、もう本当にバカ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 。一部の時にさ、苦味が少なくなるよ、泡を立てることで苦味が少なくなるよって言われて、二部でグラス用意するって言ったのにまた忘れた。バカだバカだ、 BK だ。乾杯。ありがとう。うんと、手に持って、大好きなみんなの飲み物持って、いくよ、せーの、乾杯。お、おいしいです。やっぱりこれ、廉価のラベルがついてたインディアペールエールってやつ、やっぱこれめっちゃ好きだな。マンゴーやパッションフルーツを思わせる香りが特徴ですって書いてあるんだけど、めっちゃ好きー。これはね、あー、グラスも忘れちゃった。また直瓶です。また直瓶。なんかグラスの、なんだろう、グラスの習慣がないから、なんかダメだね、忘れちゃった、また直瓶してる。ビールを投げる姿もかわいい。ありがとうございます。